ろしくお願いします。まあ、こんなに皆さんがお見えになっている前でお邪魔をしたわけなんですが、まあ、いずれにしても最終的に、ね、お決めいただくのはやっぱり西方の町民の皆さんの意思だというふうに思っています。ただまあ、これは立場離れて考えてもやっぱりいろいろこう情報を提供をした上 でそれをもって市民の皆さんがどちらか選んでいただければ一番後腐れがないんじゃないかなと、まあ、そういう感じはいたしております。ということで合併について、協議会の設置は西方町の方から鹿沼市はお願いをされて実は設置したという経緯があるものですから、まあ、そういう意味でちょっとまあ新聞のコメントちょっと腑に落ちる部分もあるんで、ね、その辺のところ、まあ、いろいろ話をしながら、まあ、準備会についてはやろうということで一応大きな枠は、まあ、事務レベルでの話はいたしましたけども、まあ、やっぱり具体的に粛々と進められればいいんじゃないかなというふうに思ってますので、まあ、そんなことをちょっとお話をしていきたいと思いますので、まあ、一つよろしくお願いします。